一力健二郎昭和4年11月5日は、日本の実業家、河北新報社創業者、旧姓鈴木、宮城県平民、河北新報元社長の一力二郎の父、元河北新報社社主の一力一夫の祖父、河北新報社社長の一力正彦の曾祖,祖父、囲碁騎士の一力良の高祖父、鈴木作兵衛の四、男として生まれた、後に、 仙台の松次郎の養子となる。東華学校、第二高等中学校を卒業後、上京。国民映画会にて学ぶ。また、第二高等中学在学中には、熊地夫人との間にすでに、数おかず目を設けていた。仙台での書店経営で、実業家入りし、植林会社を腰創業。宮城伝統会社重役等を歴任する。その後、政界に進出し、 明治27年には宮城県会議員を、翌28年には仙台市会議員にも選出された。明治30年1月17日、会新党所属の宮城県会議長である藤沢育之助の勧めにより、新歩党起管し東北日報を基礎に、河北新報を創刊しその後、新聞経営に専念した。気迫の人、先見性あるユニークな着想、加えて、 恩情の人として、多くの人に慕われた。昭和30年日本の新聞人検証が企画され、健次郎は、福沢幸吉、陸勝南らとともに、第1回の20人のうちの1人に選出され、東京の千鳥が淵に立つ記念碑、自由の群像に、名前が刻まれた。ABCDEFGHIJKLMNOP、人事更新録、ご飯。 8 0 ABCDE 河北新報の100年ありがとうございます